山形市の文章館駐車場にやってきました。9時から4時半まで無料開放されています。広いですね。ですぐ目の前が文章館です。今から見学します。先にこのなんかなんとかっていう棚とかなんとかっていう、はい、あお天気がもちろんちそうですね。涼しいね。涼しいです、はい、山形のシンボルだそうですね。でちょっともうかなり間に合いそうになって、ここ来てくるところ手洗いです。あ、はい、お手洗い。これが正面ですね。なかなかかっこいい建物です。旧県庁舎、旧県議会堂、公園みたいになってますね。なかなか綺麗な。あ、こっちが正面じゃなくてこっちが正面でしたね。あ、前撮りしてる。これは邪魔をしちゃいかんな。これね。わあ、すごい。これは前撮りしたくなるような建物ですね。ロマネスク。ロマネスクとはちょっと違うと思うけど、ロマネスクってほら窓がアーチ型で建物があって、はい。かわいい。めっちゃかわいい。幸せな時ですね。あんな時代があったんでしょうか。おじいとおばあにもないです。ないです。ないんかよ。文章館前を通って、この通りをずっと歩いていきます。ここの通りをなんか左に曲がったとこだよね。いや、直進で左側だった。あ、そうか、そうか、その左っていうか、うん、山形市役所で、これが JEA ビルですか。山形市の中心街のようですね。あ、雨降ってきたわ。ちょっと傘入れて、降ってきましたね。山寺が日本遺産っていうふうに横断幕が貼られています。ワシントンホテルまで歩いてきました。で、この日向かい側、ここが目的地です。再開発した商業施設。はい、七日町ルルタスという名前のこういう再開発をした、はい、おしゃれなショッピングモールです。ちょうどこう軒があるので、いいんじゃないでしょうか。雨を避けて。はい、牛肉店。そうですね、はい。あ、食べたいな、米沢牛。一応今夜米沢牛を食べる予定なんですけど、はい、その予定です。こんな感じでした。まあ、あの規模は小さいですけども、なんとなくどうですかね。あの、なんだっけ、東京の六本木の、六本木ヒルズじゃなくて、あの富士フィルムのある、あ、富士フィルムじゃないか、はい。もういいだから、何がなんだかわからなくなっています。はい、あの建物のような
こにもでもちょっと向こうも続いてるか、向こうも渡ってみる、どうせ渡らなきゃいけない、向こうは続いてないと思いますよ、うん、ここだけって聞いてるんで。あ、米沢牛、あ、美味しそう、ロースとんかつ330円、あ、めっちゃ美味しそう、はい、米沢牛サーロンステーキ2500円ですよ、 100g。 おばあさん、おばあさん無視して言っています。はい、こんな感じでした。はい、私これを見ればもう感動で、はい、戻りましょうか。では傘をささないとダメですね。私も出します。ここに千年和尚というものが飾ってありました。市民の平和の願いを次の1000年に伝えるための鐘だそうです。これを右に行くと山寺なんですね。明日行く予定です。文章館まで戻ってきました。前撮りの方はもういなくなってますね。当たり前ですよね。化粧が流れたら大変なことになるとおばあが申しておりました。俺が言ったんか、俺が言ったんか。はい、はい、はい、全ておばあのせい。では入りましょう。入館無料ですね。はい、ありがたい話です。これで雨さえ降らなきゃね、よかったんですけど。うん、そこはそれでいいんじゃない？確認しましたが撮影 OK ということなのでこのまま入ります。はい、何かあの大学に来たよな。あ、こちらで前撮りしてるわ。どこ行ったらいいんだ。わかんないです。ここがこれです、ね。はい、1階、まあ、とりあえずこう行けばいいんじゃないですか。コインロッカー室、エレベーター、はい、最上川は山形の文学。あ、なんかいろいろ本当に充実した展示ありますね。歴史の道、最上川、はい、北前ですね。誰かいると思った老人形でした。じゃあ戻りましょう。順のこっちだ。工事資料展示室になってますね。旧県庁舎。これが特徴的ですよね。はい、上もあるようですが、とりあえず順路としては下へ行けにはなってますがね。本当にそう。2階に見てきたと考えた。これは閉まってるので。わかんないです。はい、撮影中の東京港を通り抜けまして2階へやってまいりました。3階もあるんじゃん。これは何ですか。清張行動に当たるそうです。あ、バルコニーがある。残念、バルコニー出られません。 ここでお前が出てどう見ようとか言って言えばいいんじゃない。おじい、どうしてあなたはロミオなの。貴賓室。知事官房。なんか本郷さんよく見るね。
山形県知事。はい。もうここで、あ、そうなの、バスです、映画のロケをやったそうです。中庭に出られました。はい、あの雨降ってるんでもう出るのはやめますか。こんな感じです。もうちょっとしたらでもやみそうだね。うん、ちょっと明るくなってきたもんね。あそこでビールを飲んだら良さげですね。はい、では出口へ向かいます。ここへ登る。はい、このルノーニ検診でこの中庭も使われたそうです。で、出口はどこから。はい、出口です。今本で前撮りの写真撮りたい。あ、そうなんですね、うん、はい、こっちが議場だそうです。でも、やっぱり行ってたらやばいもん。そうだね、うん。はい、これが議場だそうです。2階順路、大臣室、ちょっと残ってまだ降りられないけど。はい、じゃあ行こうよ。それが議場ですよね。暑い。はい、大変室やってきました。おお、シンプル、シンプルな部屋でした。大変室を出ると上から議場が見えます。政府議長室、歴代の議長の写真が飾ってあります。で、これが書記官がいたということですね。はい、こんな感じですか。ありがとう。いや、広かった、うん、これね、ここから見えるんですか。そうそう、ね、ここから見るとね、なかなかのもんですよ。うん、そこは違います。では、外へ出ます。出てきました。お庭も綺麗なんですけどね、ちょっと雨が止まないのでもうこのまま帰っちゃいます。行けるんじゃないですか。ちょうどこれの裏側だからね。はい、駐車場がこの建物の後ろ側なのでぐるっと回って戻れるかなということで来ております。戻れる感じですね。あ、ちゃんとお庭も見えて、いや、綺麗な建物でした。お天気がいい時に行きたかったです。いや、ちょっと歩きたくないわ、これは。そうかな、まあ、そう願おう。はい、それではホテルに移動します。